皆さんこんにちは、のばなです。今日は夏休み中のある一日を撮ってみました。よかったら最後まで見ていってください。小学生の息子は6週間の夏休み、幼稚園の娘は3週間の夏休みで2人とも家にいますが、夫の3週間の夏休みはもう終わってしまったので、夫は朝早く出勤していきました。夏休み中は私も子供たちと一緒に8時を過ぎてから起きます。食品価格の高騰が止まらず、広告をチェックしてからの買い物が増えました。電気代もガス代も今よりさらに高くなるので、この冬をどのように過ごすかが最近のテーマです。ママボウルでシャカシャカかき混ぜる。ママ何一番これ、それだった、これでしょ、その上、それこれが一番ですね。皆さん、最近話題の黒ごまくるみ松の実ペーストをご存知ですか？私は YouTube で見たのですが、中医学的に肌と髪の毛に良いということで、私も試してみることにしました。黒ごまはアジアショップのゴーアジアで買いましたが、 4.5 ユーロほどしたので高いなぁと思いながら勇気を出して買ってきました。くるみや松の実はエデカで買ってきました。すりごまは売っていなくていりごまだったので、しっかりすってからすべて混ぜます。ペースト状になれば出来上がりです。これを毎日日が沈んでから大さじ1杯食べます。どんな変化が現れるのか楽しみです。外からケアするのは私は全く頑張っていないので、中から綺麗にできればなぁと思っています。何か変化があればまた皆さんにお知らせします。できたペーストは冷蔵庫で保存します。夏休み中も家事はなくなりません。お次は洗濯です。お水が硬水の地域がドイツは多いので、洗濯はだいたい40度、タオルやシーツなどは60度で洗うのが一般的かなと思うのですが、温度を下げると電気の使用量が変わるので30度で洗うことにします。私たちが住む地域は軟水寄りなので、そこまで高い温度で洗う必要はないのかもしれません。ドイツの一般家庭にはエアコンがないので、朝一番に涼しい空気を取り組んだ後は雨戸を閉めて
太陽の光を入れないようにします。雨戸を閉めておけば家の中は涼しさを保てます。あ、バス来たわ。冷たい水を持って娘とスーパーに買い出しに行きます。最近お下がりでいただいたドレスが気に入りすぎて、これでスーパーに行くらしいです。後ろにはお人形さんも座っています。子供たちのシャボン玉やキーホルダーも含めていくらになるでしょうか。合計金額は 31.28 ユーロ、約4200円でした。次に隣にあるスーパーリードルに行きます。リードルの野菜は結構新鮮で、魚も種類が豊富なので週に一度くらいここに来ます。今まではオーガニックのものも買えるなら買っていましたが、最近はもうスーパーのプライベートブランドのものばかりを買っています。
ここまで値上がりしたらもう仕方ないですよね。とりあえずお昼ご飯を作ります。1ヶ月前からキッチンにノンフライヤーのコソリが仲間入りしました。ノンフライヤーを予熱している間に人参ドレッシングの準備をします。ノンフライヤーの良いところはほったらかしていても危なくないところですね。近くに住む友人が出してくれたスイートパプリカのオーブン焼きを真似してみます。ドイツの夏は室内の温度をできるだけ上げたくないので、オーブンは使いたくないのですが、ノンフライヤーだと部屋が暑くならないので嬉しいです。でもちょっと音はうるさめかなと思います。今年のドイツの夏は本当に暑い日が多くてびっくりしています。日本だとどこか買い物に行っても電車に乗ってもクーラーかかってるじゃないですか。ドイツは本当にクーラーがかかっていないところが多くて、電車でも汗だらだら、買い物に行ってもクーラーがないのが普通なので、30度を超えるともうどこにも行きたくありません。あと子供たちが暑さ慣れしてないというか、もうすぐにバテるんですよね。なので暑い日はプールに行くか、近くの湖に行くか、暗い家で過ごすかの3択です。ドイツ在住の皆さんはこの夏どのようにお過ごしですか？夏の始まりにリードルで扇風機を買いましたが、買っといて正解でした。扇風機なしでは私も子供たちも寝つきが悪くてぐっすり眠れません。日本の夏も相当暑いですよね。でもその暑い中での夏祭りや花火大会などが私は恋しくてたまりません。日本の夏に食べるそうめんやざるそば、キンキンに冷やされたグラスで飲むビール、もう何もかもが懐かしく恋しいです。日本行きの航空券が高くなりすぎて、いつ日本に帰れるか正直わかりません。本当に故郷に帰りにくくなりました。故郷は恋しいですが、日々やることは変わりません。できるだけ家事をする時間を減らしたいのですが、乾燥機を買ったのは正解でした。そして気づいた方がいるかもしれませんが、なんとボッシュの掃除機が壊れてしまいました。次は絶対ダイソンと思いながらシャオミの掃除機にしました。真っ白なデザインが結構気に入っています。一旦コーヒー休憩をします。コーヒーで作った氷を入れてアイスコーヒータイムです。贅沢にバニラアイスも入れて。今年の夏休みは8月24日までです。日常がまた戻ってくるのも楽しみです。食べてますか？アイス。ユニちゃんも。ユニちゃんめっちゃ口吹かなあかんわそれ。さて、お庭に生えている美味しいベリーを取りに行きます。ドイツ語でボンベア、ブラックベリーです。Thank you.
私のチャンネルの視聴者様が日本からドイツに会いに来てくださって、このクッキーをプレゼントしてくださいました。もう感動です。開けてみましょう。開けれる？開けれない。開けれませんか？美味しいかな。なんて贅沢な。うわー、いい香りだね。美味しそう。食べる。ねねちゃんにどうぞ。じゃあ贅沢にいただきます。さて、今日の夜ご飯はフラムクーヘンを焼きます。前々回の動画でご紹介したかと思うのですが、フランスのアルザス地方発祥の郷土料理でとっても美味しいです。生地を手作りされる方も多いかと思いますが、基本的に楽したい私はフラムクーヘンの生地をスーパーで買ってきました。今回は初めてスペルト小麦でできた生地を買ってきました。皆さんはフラムクーヘンを食べたことはありますか？日本にもフラムクーヘンのお店ってありますか？フラムクーヘンにはこのクリームフレッシュを塗ります。たっぷりと塗っていきます。フラムクーヘンといえば玉ねぎとベーコンだと思いますが、子供たちはツナが好きなのでツナも乗せていきます。ママ、ここあと半分切ってない。ここは僕が好きなものを置くから。フラムクーヘンには白ワインが合うのですが、今日は平日なのでおとなしくノンアルビールをいただきます。夫はまだ帰ってきていないので、子供たちと外でフラムクーヘンを先にいただきます。ドイツの夏は夜の6時半でもまだまだ明るいです。さて、夫はタンパク質メインの食事をしているので、今日はこの豆腐を使ったサラダを準備します。この豆腐はベアラオフ、餃子ニンニクとチリが入っていてとっても美味しいです。固めの豆腐が多い中、この豆腐は柔らかめで美味しいです。豆腐サラダができました。私たちは食後に桃をいただきます。桃の皮は剥くものだと思っていましたが、ドイツでは皮を剥かないで食べる人も多いです。うちも皮は剥きません。夏休みがやっと終わります。私が子供の頃は、夏休みといえば午前中は子供アニメ劇場を見て、夏休みの宿題をして近所の子供たちと遊んでという過ごし方をしていたと思いますが、ドイツって休みには宿題が出ないんですよね。6週間も何しようと思ってましたが、こんな感じでゆるーく毎日を過ごしていました。皆さんの夏休みはいかがでしたか？またコメントで教えてください。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。